ノーザンパイクは、カワカマス属の一種の淡水魚、寄水魚。北カワカマス。ヨーロッパに住む、唯一のパイクであり、ヨーロッパで、単に、パイクといえば、ノーザンパイクのことである。一部の名刊では、ノーザンパイクと記載されている場合がある。北アメリカ、シベリア、ヨーロッパと、北半球高移動地域に広く分布する。淡水のみならず、バルト海の寄水域にも住む。北、 アメリカでは、アメリカ合衆国の中西部、北東部、アラスカ州、カナダのほぼ全域に分布する。ヨーロッパでは、イベリア半島とアイスランドを除くほぼ全域に分布する。イギリス、アイルランド、カリフォルニア州などで、外来魚として生息する。日本では報告されていないが、特定外来生物指定されている。体は褐色で、小さな白斑を持つ。 カワカマスの別名の通り体型はカマスに似て長大な筒状を呈し、興奮は尖り長く突出する。口内には巨子状の鋭く細かい歯が並ぶ。生魚の体長は 100cm を超え、特に大型の個体では 150cm を超えるパイクの中でも大型種である。ノーザンパイクのエクロアチアのヒンズラ湖で釣り人に、キャッチリリースされたイールシャス火星や故障に生息する。 上流部に限定はされないが冷水と比較的、成長な水質が必要で、水底が丸い石や砂砂で構成されるような環境に多い。肉食魚であり、生態ピラミッドの最上位を占める。主に魚食だが、魚類のみならず甲殻類や、両生類、時には鳥類や哺乳類など、様々な動物を食べる。春、氷の下で産卵する。卵は放置し、 巣は作らず子育てもしない。産卵時以外は群を作らず単独で行動する。稚魚は1から3年で制御となり、20年以上生きる。広く食用される。フランスのローヌ、アルプ地方では、クネルというつみれ様の調理法が有名である。料理に使うときは、大きな骨を取り除き、ニゴやハモやタチウオのように骨切りして使う。られたノーザンパイク欧州では、 ゲームフィッシングの対象魚として高い人気を誇る。日本では主に観賞魚として飼育されていた。暑さに弱いため、水温は摂氏10度以下にすることが好ましい。2006年に特定外来生物に指定され、以後日本国内で愛岩飼育は行えなくなった。ありがとうございます。